運営することの難しさ、次々と明るみになっていく。果たして社長たちから支援をもらうことはできるのか。このプラットフォームに毎月何百何千と投稿されるイメージが湧かなくて、やっぱ多様じゃないじゃないですか。その勉強法とかスケジュールとかで各大学のって言われても、そんなになんか、まあ、東大でいいコンテンツがすでに上がってたら、あ、自分も上げようかなってならなかったりとか、うん、結構そこがなんだろうな、そのプラットフォームを存続させる上では毎月安定的にコンテンツを投稿してもらわないといけないんで、ちょっとそこが難しそうな気が。稼げる人が出てきたらどんどん増えていくんじゃないかなっていうふうに考えてるんで、そこが出ない限り出ていけばって感じですか、ね、ちなみに1回きりの投稿ですか、大学生が。そうです、1回きりです。そうですよね、はい、そうだね。なんか変わり映えがしなさそうだよね。1人か2人見たら、あ、みんな大体こんな感じなのかなっていう感じになっちゃいそうですね。そう、独自の勉強法をなんか載せてくれるとかだったらいいんだけどね。そんなうまいこと書いてくれる人もなかなかいないしね。そうです、ね、まあ、今自分が通ってる塾に通っててもよくて、この学校に合格するにはこのコンテンツを今の自分が通ってる塾で取らなきゃいけないんだっていうふうに、その塾とプラスで使っていただく形も考えてます。それで YouTube に無料で上がってたりしないんですか、東大生合格インタビューみたいなんで。あります、それはすごく、あの YouTube に上がってますけど、その人に対して 何人もあるチャンネルはないですし、その YouTuber が自分が動くしたのがいくつかあって、すごく再生が回ってます。 YouTube やる人ってすごい便が立つじゃんね。そうです、ペラペラペラって喋れるし、やっぱ引き込む力があるよね。それがただの文章になった時にノートとかかなり厳しいんじゃないかなと思って。なんかその体験談みたいなのいっぱい載した本とかってないものなのかな。例えば東大に受かった人たちのルーティーンって、それこそニーズがあるんだったらもうすでにもしかしたら本になってるんじゃないかなって気もしたんだけど。東大は存在します。あ、やっぱ存在するんだ、はい、他の学校はないんですか。自分が調べた限りはなかったです。本当は売れないのかもしれないね。そうです、うん、ニーズがない可能性があるね。東大だけはあるっておかしいよね。京大もあるんかな。そこはリサーチです。すみません、なんかそれがない理由ってなんか分かるような気するな。やっぱり結局みんな同じようなスケジュールになるから面白みがないんじゃないかな。そのコンテンツが入り口になって、その大学生と話すことができる、話すことができるっていうのが、そもそもなんか憧れてる人だとかっていうのだったら分かるけれども、選ぶ基準はどうしたらいいですか。 A さん B さん C さん D さん E さんっていて、どれを買おうかって思った時に全員知らないわけでしょ。そうですね、うん、そこはやっぱり少し最初の冒頭は無料で見れるところを作って、自分が共感したものを買っていただくことになる。だって1枚のペラでしょ A4 の。 そうですね、その最初の冒頭を見れるってどこまで見せるんですか。もう半分見えちゃったらもうほぼ、そのさっき言ったその年間の表だったりとかタイムスケジュールは見せずに、その自分のその人がどこのレベルからどこの大学の何学部に合格したっていうところのストーリーは最初の冒頭で見せていって、そこに共感したものに対して購入してっていう形ですね。僕がイメージしてたのは、もう勝手にイメージしてたのは YouTuber みたいにダーッと喋って1時間とか2時間のコンテンツとか、なんなら5つぐらいのコンテンツに分けてバーッとこう教材になってる、でそれぞれが個性出しててっていうイメージだったんだけど、よくよく考えたら僕はそれはできすぎだし、しかもその人たち全員知らん人で、ね、素人だってなったらさすがにやっぱできひんのかなってちょっと思っちゃってるかな。なるほど、うん、そうです、ね、運営していくことの難しさを次々と突きつけられる挑戦者と、ここである提案が。大学受験って一回もう忘れて、あらゆる受験に特化させたらいいんじゃないですか。あらゆる受験っていうのは資格だったり、資格試験とか、まあ、高校受験、小学校受験、幼稚園受験、あ、小学校受験とか結構港区のお母さんとか買うと思うんですけどね。なんかもう合格体験機、もう全受験の合格体験機プラットフォームみたいなのにして、まあ、広く取った方が、まあ、コンテンツも増やせるかなと思うし、まだその方が可能性あるんじゃないかなとは思いました。確かに私立の受験のお母さんはどういう面接でどういうマナーでやるべきかとかっていうのは知りたかったりしますよね、面接の時のね。うん、これって
松屋さんじゃないとできないものなのかな。松屋さんだからできることって何があるのかな。僕の強みは本当に TikTok しかないので、でも TikTok が一番そのこのプラットフォームにも合うと思ってますし、自分の強みは TikTok を伸ばすことと企画を考えることを編集できることが強みです。まあ、本来であればこういう事業を新しくやり始めるときって何かしら自分が他の人にはないリードしているものがある方がもちろん有利だと思うんだよね。例えば大学受験をした人たちとコネクションがすごくある、特に東大とか京大とか友達がすごく多いんですよと。その人たちが語ってるのを聞いてすごく面白くて、ってこれをコンテンツにしたら絶対売れると思ったとかっていうのが始まりだと思うんだけど、そのつながりがなかったら思いつくってことはまあできると思うんだよね。でもこれをじゃあ実行するのが別に何だろう、リードしてるものがないっていうのはなんか誰でもこれ思いついてこの意見聞いて、それこそこの動画を見た人たちが確かにそれいいなってやり始めてしまった時に、うん、松屋さんじゃないとできないっていうこの何もないような気がして仕方がないんだけど、どうだろう。 TikTok って結構すぐに増えるんで、5000って言ったらだいぶ少ない印象。一応 TikTok の企画を3つほど考えてまして。ほう、なるほど。企画力があるってことをアピールしたいわけね。そうです。まず1つ目はここでサポートしていただくっていう権利を勝ち取って、そこから僕自身がこれから起業する大学生っていう風にしてバズを狙っていって、そのコンテンツを販売したいという学生もファンになっていただくようなコンテンツをまずやっていくのと、大学生に一問一答っていうのでコンテンツを投稿してくださってる人に一問一答してコンテンツ販売に誘導していく動画を作るのと、3つ目にこの事件性版ブレイキングダウンって書いてあるんですけど、まあ、何か格闘するわけではなくて、あのオーディション形式でスポーツを一生懸命頑張ってきたけど怪我してしまった人だったりとか、まあ、ちょっとやんちゃをして今仕事を一生懸命頑張ってるっていう人たちが受験をしたいっていうので、こっちの審査員席にはこのコンテンツ販売の上位5人ぐらいを集めてサポートするっていうの番組をできたらなとかいうふうに考えています。まあ、ありきたりな企画なんじゃないかなってこう思っちゃうんだよね、正直。そんなこう企画力のある企画かなって、あの厳しい言い方すると。これは本人どう思いますか。なんか別に見たことあるようなやつだなっていうのは俺は思っちゃうんだけど。そうです、うん、一番に関しては、はい、僕の代わりができるような人はこれからいないと思うので、うん、すごく強い企画なんじゃないかなって自分では感じて。いやでもだって今起業する中学生とかさ、そういうのもいっぱい出てくる中さ、大学生でそんな、わ大学生が起業するんだっていう企画でも何でもないっていう。一つ聞きたいのがね、はい、この事業を考えた時、思いついた時ってどんな気持ちでした。すごくまずワクワクしたっていうのがあります。おーっていう、これはいけるぞって思ったでしょ。はい、その後無理かもしれないなって思ったことって何個かあります。コンテンツ自体集めれるのかっていうのも、まあ、不安要素でしたし。それは何か解決できそうなんですか。それはやっぱりこの成功者の壁をだったりとか、自分の TikTok で、あとは皆様のサポートで何とか突破できるんじゃないかなっていうふうに思って出演を希望しました。なるほど。けどそれってまだ分からないからね。そうです、うん、分からないよね。だから何かしら動いたことってないのかな。これはいけそうだなって思えるようなきっかけになるようなことって行動してない。何かやっぱりそれは自分の中で TikTok なんですよね。 TikTok でやっぱり大学のコンテンツっていうのはバズってて、自分の中でなんかやってみた、やってみたっていうのは、例えばね、まだプラットフォームはできてなくても、それこそ極端な話、一人だけ見つけてくることってそんな難しくないと思うんですよ。大学生一人に聞いて、でそういうものを作ってもらえませんかって、作ってくれた。でその上でこの人の一日のルーティーンみんな知りたくないとか言って TikTok で宣伝してみて、その一つを例えば500円とかで買ってもらえるようにする。そうですね、うん、そこは自分はやってないですね。できることってあるじゃん。そうですね、うん、でそれで例えば買ってくれた人がこんだけいたんですよ、あとは宣伝だけすればいいよねってプレゼンしてくれたら、うん、おおってなるよね。うん、だから実は何だろう、
いけるかもって思ってワクワクして、ネガティブ要素までちゃんと考えたにもかかわらず、そこをできるだけ今のうちに潰せることをやろうっていう動きがやってない段階でここに来ちゃってると思うんだよね。そうですね、うん、これはただアイデア出してどう思います、いいと思いませんって言われてる感じだよね。だ僕たちは今ネガティブの要素がすごい出てきてるじゃないですか。そうです、僕たちってとにかくネガティブなんですよ、思ってる以上に、うんうん、ね、うん、その通りです、ね、元の理事長これみんなうなずいてるでしょ事業をやる人って実はめちゃくちゃネガティブなんです、ポジティブじゃないんです、うん、最初はワクワクするんだけども、うん、絶対無理に決まってるって思ってみるんですよ、うん、でそれをその不安を解放するために解消するために動くんです。そこまで行ってないよね、そこは行けてないです、ね、そもそも論なんですけど、お金できたら貸してくださいって言ってたじゃないですか、はい、貸さないってなったらどうするんですか。違う人に投資していただくか、またこの事業を見つめ直すかっていう、うん、ま、そもそもお金がないと始まらないビジネスなんですかね。どれぐらいの売り上げがないとダメなんですか。1500万ぐらい、1500万円、はい、1500万円売り上げる見込みがあったんですかね、そもそも。もうバズればすごいことになるだろうし、全くなければ小さく収まると思ったので、うん、まずはそのこちらの資料にも書かせていただいたんですけど、まずは宣伝してみてどれだけ集まるかっていうので信用をしていただいていたらなっていうふうにまずは考えてました。まずは宣伝してからどうなるんですか。大学生がコンテンツを投稿したいっていう人がうん、応募フォームに記入していただいて、それがまあ、10件なのか100件なのか集まって、うん、あ、これ100件じゃプラットフォーム成り立たないなと思ったらボツで。順序が逆、順序先にそれをやってきてこれぐらい集まるんですよ、だからお金出してくださいじゃないですか。そうです逆でした、うん、そこなんだよね。じゃあ例えばだけど今の時点でよ、はい、お金を貸しますよ、でもきっちり返してねって言われても借りる、それとも投資がいい、どっちがいい。僕は投資を選びたいです。だよね、それって自信ないやんって思っちゃうわけよ、うん、どっちにしてもサポートはするんだよ、だからそれって返さなあかんってなったらもしかしたら失敗するかもしれないって思っちゃってるでしょ。失敗しないと思ってたら絶対に貸してもらう方がよくない、利息も少なくて済むんだから、うん、でしょ。それって、投資の方がいいっていうのは、しかもなんていうの、成功した時に払うお金が高い、でも失敗した時は返さなくていい、ね、借金は失敗した時に返さないとダメだ、でも成功した時もビビったる利息でいい、成功する自信があったら絶対に借金を選ぶよね。僕だったら自分の事業で投資してほしいって言わない。うん、リターンをたくさん渡さないとダメだから。ミラクルの時はそうだった。数店舗出した時にみんなお金貸してくださいって言ったら、株ちょっとくれるんやったら貸すよ、するよとか、投資だったらいいよって言われたけど全部断った。なるほど、借金でさせてくれと、絶対返すからって、それ自信があったから、うん、だからつまりは自信がないことを人のお金でやろうとしてるね。自分で出すのも嫌、自分で借りるのも嫌な、人の金でそれをギャンブルをしようとしてるんだよってこと。なるほど、うん、はい、まだでも資金以外の部分だったらサポートできるかもしれないから、資金の部分はとりあえず正直僕は無理だなと思ってる今の段階ではね。分かりました、うん、段階を経てかなって。そうですね、だよね。資金という意味は、例えば今自分で集めれる金額、ここ関係なしね、自分で集めれる金額ってこれぐらいあったら自分の信用で集めれるなって思うのはどれぐらい。100万ですね。結構俺そういうの大事にしてて、はい、やっぱり借りれる人って過去ね、しっかりとこう信頼関係とかがあるから借りれるって思うんだよね。でも自分が今100万って言ってことは、なんかちょっと信用があまりないのかなって思ってるのかなって思っちゃうんだよね、うん、それが自信がないのかなってい う, こう繋がっていくんだけど俺の中では、うん、新たな挑戦をすることの自信を確認される挑戦者、今の答えが社長たちにどう映ったのか。
僕は自分の人生を変えるために今日はここに来ました。この事業は僕の人生だけじゃなくて、僕より若い人たちの未来を変える事業だと思っています。それはその先日本を変える事業だと思っているので、本気で思っているので、皆さんのサポートをしていただきたいです。よろしくお願いします。ジャッジメントタイム。ここでは挑戦者は退席し、社長たちはサポートするか否か決断する時間。いやどうですか、はい、お願いします。そうですね、まあ、これゆけさんも今本番中言ってますけど、一個でもなんか動いてほしいなって、そのなんかその50個の大学とかじゃなくて、一個でもなんか行動してたら、なんかちょっともっと逆に改善点も見えてくると思うし、今全く実際もう絵に描いた餅だけで行動してないんで、本当の改善点とか何したらいいかっていうのが自分自身も分かってないような気がするんで、ちょっと一個でもそれこそ佐久さん言ったノートとかでやってみるっていうのが、僕は彼が一番成長するんじゃないかなとは思いましたね。まあ、ウェブプラットフォームって運営めちゃくちゃ難しくて、まあ正直ガバガバだと思うんですよね。なんですけど、まあ、本人は結構まあ、気合い入れてやってくれそうな感じだなとは思ったんで、まあ、そこら辺はちょっと、まあ、叩き上げていくと、もしかしたらいいもん作れるんじゃないかなともちょっと思ってます。なるほど。佐古さんどうですか。そうですね、まあ、リュウケさんも言ったんですけど、プラットフォームが結構難しくて、っていうのも、まあ、一般の商売って何だろうな、自分の商品を売るだけの集客力があればなんとかなるんですけど、結局プラットフォーマーになると他人の商品までも大量にさばく集客力が必要になって、そこもあんまり理解してなそうなんで、だから集客が TikTok だけっていう風になっちゃうと、結構そもそもプラットフォームでやる必要がなくなっちゃうんじゃないかなと思うので、だからあえてまあそういう難しい話しなかったですけど、自分でノートのアカウント作って売るんでいいじゃないっていうのに落ち着いたので、まあ、プラットフォームにする必要はそもそもまだこの時点ではないかなと、もうちょっと集客力高めてからでいいかなとか思いましたね。だから佐古さんが言われてたのは、要するにじゃあそのプラットフォームに投稿する人たちが自分たちで宣伝して連れてくる、この方式だからブレインは成り立ってるんだよと。ああ、そんな違いがあったんですね。なるほど、専門家は違いますやっぱりね。はい、吉野社長どうでした。まあ、1500万円かかるビジネスにしては甘すぎるなっていうのが印象的ですね。1500万円かけるのに回収できるイメージできてないみたいな、はい、そのまま人にお金貸してってよく言えたなってちょっと思っちゃってます。なるほどね、はい、確かに値段設定も安かったですもんね、うんうん、それで1500万円をどれだけ売らないとダメなんだっていう計算は実はしてないかもしれないですね、うん、なるほど。大学受験専門のコンテンツ販売のプラットフォームを作りたい挑戦者は壁を越えることはできるのか。いよいよ最終ジャッジ。それではここでルールの説明を行います。5人のうち過半数以上3名の社長がサポートしたいと答えた場合のみ、見事壁クリアとなります。佐古社長の答えは。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回申し訳ないですけどサポートできないという形になります。わかりました。まあ、というのも正直まだプラットフォームにするレベルではないのかなと思ってて、まあ、プラットフォームの上って思ってる以上に結構難しくて、例えば何だろう、TikTok アカウントやって1個の本を売りますとかだったら売れるんですけど、じゃあ10個のコンテンツ、20個のコンテンツ、30個のコンテンツのコンテンツホルダーに満足いく売り上げを立たせるための集客力をその TikTok アカウント1個で持ってるかって言われたら、まだそこも足りてないし、結局販売してくれる人の集客も買ってくれる人の集客もままならない状況では、プラットフォームやっても結構赤字続きになっちゃうかなというところなので厳しいなと思ってます。で、参考までに僕はブレインってプラットフォームを自己資金フルで作ったんですけど、それに至るまでに、1年間でそういう IT スキル系のコンテンツを年間 1.5 億売れるだけの集客力を身につけてからプラットフォームを作ってます。それでようやく月の流通額で3000万から5000万いくかいかないか、まあいろんな人がいろんなコンテンツ出してくれるから、まあ、年に直すと5、6、6億売れるんですけど、まあ、それでもやっぱり個人として1億、2億売れるようなパワーがないと、うん、プラットフォームへの集客って無理なので、はい、だからまずはその
ちっちゃい規模でいいので自分のコンテンツ作って売ってみる、自分の商品を作って集客して販売するっていう、そういうビジネスの基礎的なところを身につけてもらえたら今後伸びていくんじゃないかなと思います。山本社長の答えは、サポートをします。はい、ありがとうございます。まあ、僕もウェブ、サブスク系のウェブサービスやってるんですけども、黒字化するのにですね、まあ、2年ほどかかりまして、結構大変な思いをしました。でやっぱりスタートアップってすごい難しくて、もう獅子類々なんですね。もういろんな大人たちがもういろんな知恵を振り絞って取り組むけどバッタバタ死んでいくみたいな世界なんで、そこにこのガバガバさで取り組むのはちょっと怖すぎると思うんですよ。ただ、自分も、やってますし、共有できる知見とかがあれば、全然、教えていきたいなっていうふうに思いますし、あと実はブレイン作って開発してるのは弊社なんですね。なんで、そこら辺の開発でも お手伝いできたりするかもしれないですし、何でも聞いてくださいという感じで。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。元則社長の答えは、僕ははい、サポートしませんと。はい、というか、サポート僕がするところが見当たらなかったっていうのが、ね、リュウケンさんとか佐古君がこういう得意分野であって僕がなんか出せるところではないかなって思ったのと、あとはそう言ってもやっぱりこういうのって事業プランを話しに来るところなので、もう少しそのステップ、半年後にはこうなります、1年後にはこうなります、2年後に黒点しますとか、ざっくりでもいいんで事業計画を持ってきて欲しかったっていうのと、あとはそれを持ってこればね、また違うアドバイスもね、できると思うので、特に今回はお金も貸しって話だったから、別にそういうのなしだったらそれなしでもよかったと思うんだよね。でもお金もないんです、貸してください、だけど事業計画すら作ってませんって、これはもうまだまだ経営者としてというか、もうケースもっと前段階なので、もっともっと学んで、スモールでいいから1個でも1個立ち上げて、でそこでお金を生んで、でお金を生むってことはこういうことなんだって学んでから大きな事業に取り組んでほしいなと思いました。以上です。吉野社長の答えは、はい、僕もサポートできないですね。はい、ちょっと1500万のビジネスモデルにしてはちょっと甘すぎたかなと。もっと小さいところから、まずは1万円売り上げるところからでもいいと思うんですよ。ちっちゃいところから始めてほしいですね。はい、ありがとうございます。ということで、残念ながらちょっと今回はサポートできないという形になってしまいましたが、残念やったねまだちょっとアイデアを思いついたっていう段階だから、ちょっとまだ早かったかな。でまだやれることがあるってことが分かっただけでも全然違うと思うし、で佐古社長が言ってた、その個人で一回やってみたらって、自分はコンテンツ持ってないかもしれないけど、一人だけ例えばその大学生の中でもこの人だっていう人を選んで、その人に例えばなんかノートなり書いてもらって、その一つをなんとか販売できないかなって、 TikTok で、それで結構売れたら全然違うと思うんだよね。実験っていう、一つ売ることすらできなかったら多分50個とか100個集めても余計に売れないと思うんだよね。なのでちょっとそこら辺から始めてみるっていうことが分かったと思うんで、また次の挑戦を楽しみに待ってます。ありがとうございます。はい、ということで最後に感想をお願いします。有権社長がサポートしていただくっていう一票をいただけてすごく嬉しかったです。また出直してきます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。